こっちがフェリー乗り場。よし。あった。小屋市とか東京方面なんかでっかく出てるな。すごいな。と、まあ確かにちょっと方面やけど。あーで、切符売り場は、あ、そっちか。フェリー乗り場。わ、車すごい。あー、その借りがすごい。いやー、もうそこにフェリーが止まってる。あ、冷静に考えてみたら、意外と伊勢湾フェリーめちゃくちゃ久しぶりかもしれない。切符売り場、うん、そう、モーニングサービスとかもあったんだ。これ全然あれですね。あ、まあでも別にそこまで遠回りしてないか。寄りたいところがやってますからね。あ、今のところ一回切らないと。最近動画をね、ちゃんとね、切るっていうのをね、意識してね、撮ってかないといけませんからね。で、上に上がったところに、おお、真珠も売ってるし、レストランもあるし、まず切符買っときましょう。10時40分、20分後、ちょうどいい時間ね。こんなテラスなんかもあるんですね。で、ほら乗り継ぎの時刻表なんかもありました。やった。で、こんな感じのチケットになりますね。そう、これ、豊橋とは割引切符ということで、豊橋、から鴨川伊良湖までのやつと、これでそのまま乗車券で豊橋まで行ける、駅前までね、行けるようになってるということなんで、これで、豊橋鉄道とバスも使える。なんかどっちを選択してもいいみたいですね。時間帯によって、その、電車に乗り換えになる場合もあるし、どっちになるかは、時間帯次第って感じですね。っていう、切符。これがね、2000だね。考えやすいです。うん。松阪とかそっちの方からね、そっちの方に抜けるんだって全然ありですからね。で、25分から乗船開始ってことなんで、あと5分ぐらいかな。ちょうどいい時間でしたね。で、これで行きたいと思います。今日 C ダイヤなんで、10時40分だと、待ち時間30分、ちょうどいいぐらいじゃん。バスで行った方の、電車ではなくてバスの設定、そのまま行けるみたいですね。なるほど。うん。ホミなんや。あれみたいですね。トヨタみたいですけどね。で、お酒も買ったので、せっかくなんで、中でご飯食べてもいいみたいなんで、あ、いつもアフェリー簡単にないと思った。で、お食事、これもあるけれど、今から食い始めると間に合わないんで、で、なんか、テイクアウトの、あるみたいなんで、こんな感じでテイクアウト買ってとこうか。あ、なんかもしてみようか。さあ買ってきましたけどね。あ、開いた開いた開いた。そういうことね。あ、パンにまだ系統書いてなかっただけなんか。ね、ここで持ったらいいみたいね。あ、はい。お願いします。どうぞ。はい。そっか。車のやつが始まったわけで、人の乗り降りはまだ始まってなかったんですね。ゲートが閉まっとったり、別のゲートがあるんだと思ったら、わたわたしてましたけど。あ、ちなみにこれ、穴子飯、あれなんですね。あったかいのを作ってくれるんですね。で、こっちの国はずっと止まったままで、こっちなんですね。なるほどな。こう、あ、飲み手の、おぉ、今日、まあまあ揺れるな。客室入り口。ということで、早速入っていきましょう。
と、めちゃくちゃ広いですからね。奥には奥であんだ、そこに桟橋もあるし、立派な船です。船ですか、横浜広いですからね。今回ちょっと僕が心配しているのは、その幼稚園が過激化してですね、全部なんかですね、団体。一番前もあれですけど、平和な治安の共通